ジメチルグリオキシムとは有機化合物でジアセチルのオキシム誘導体、無色の個体。化学式では DMGH2 と略され水素イオンが一つ脱離した DMGH マイナスが金属イオンと1に作体を作る。特にニッケルとは鮮やかな赤色の沈殿を作ることからその定量分析に用いられる。ジメチルグリオキシムの合成ではまず メチルエチルケトンとアショウ酸エステルからモノオキシムを作り、さらにヒドロキシルアミン硫酸ナトリウムを反応させて目的物を得る。ベンジルなど他の置にジケトンからも同様のグリオキシム配置が得られる。NI に作体 NI に作体の粉末、ジメチルグリオキシムはニッケルの重量分析においてキレート剤として利用される。その有用性は レフシュガエフによって1905年に発見された。定量分析においてジメチルグリオキシムはエタノール溶液の形で用いられる。ジメチルグリオキシムから水素イオンが脱離した強薬塩基が金属イオンと作体を作る。さらに2個の DMGH、排位子の間では水素結合により大胤肝構造が形作られる。最も知られている。 ジメチルグリオキシム作体は明るい赤色を示すニッケル作体 NI2 でありニッケル源とジメチルグリオキシムから速やかに得られる平面上の構造を持ち不要性のため溶液中から沈殿として分かれるその性質から鉱石など金属が混じったサンプルからニッケルの定量に利用されるジメチルグリオキシムの窒素は SP に根性をとっており 灰石となった場合も同様である。錯体の平面性はシアノコバラミンなど、いくつかの天然に存在する外観上灰石と似る。グリオキシムの一連のコバルト錯体以降2リットルは、コバルキシムと呼ばれ、モデル化合物として研究される。コバルキシムの中では、R 期とハイ,イコエ L は、コバルト上で、アキシアルの位置関係にあり、グリオキシムの平面とは垂直方向に位置している。 ありがとうございます。